認知症坊チャンネルのゆさすです。今日ですね、痛みの王様と日本古来の料理法和食についての話をしていきます。キングオブペイン、痛みの王様とも呼ばれる尿路結石なんですけども、尿の通り道に石が詰まる病気で、男性は7人に1人、女性は15人に1人起きる病気と言われております。この原因はですね、明確ではないものの、要因としましては尿を我慢したりとか、尿路の感染症、そして結石ができやすくなる病気などがあると言われております。まあ、その他ですね、気象条件とか食事などの生活習慣、そして高温多湿での労働、そしてストレスなどが影響を与えていると言われているようです。この結石にはですね、いくつかのタイプがありまして、尿酸とかシスチンによる結石であれば、薬の内服によって尿をアルカリ化することにより、これを溶かせるという場合があるようです。まあ、ただですね、まあ、この場合には尿をアルカリ化する食品を積極的にとって、酸性化する食品を控えていくというのが良いとのことです。まあ、ただですね、尿路結石の大多数を占める、まあ、80% 前後を占めるのが、まあ、シュウ酸カルシウムの結石になりますので、残念ながら今のところこの結石を溶かすような食事はないようです。まあ、お薬もね含めてなんですけども。そしてこのシュウ酸なんですが、食べ物の悪の元になっている成分です。カルシウムや鉄分の吸収を阻害する働きが実はあります。シュウ酸を取りすぎると尿の中で飽和状態になってしまいまして、そして腎臓でシュウ酸などの成分が結晶化して、その結晶がどんどん溜まっていくと、もうその塊が尿路結石という形になっていくわけです。シュウ酸がですね、カルシウムと結合してできるのがシュウ酸カルシウムということになってきます。ではね、尿路結石になる5つの主な原因というものがあるんですけども、まず1つ目、動物性タンパク質摂取量の増加、そして2つ目、カルシウム摂取量の不足、そして3つ目、運動不足、そして4つ目、水分摂取量補給の不足、そして5つ目、両親とか兄弟ね、この家族とかに尿路結石の人がいるというパターンがあります。ではこのシュウ酸の多い食品がどういったものがあるかといいますと、まあ、ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、レタス、さつまいも、たけのこ、ナス、小松菜、ピーナッツ、チョコレートね、皆さんがよく食べるようなものに含まれているわけです。まあ、これ、まあ、他にもいっぱいあります。そして飲み物ではコーヒー、紅茶、緑茶、ココア、ね、これも、ね、皆さんいっぱい飲むものになってきますので、まあ、取りすぎ、飲みすぎに注意をしていくということにはなってきそうです。でこれ以外にね、過剰に摂取することで、まあ、血中のおよび尿中のシュウ酸の濃度をですね、高めるリスクがある食品というものがありまして、まずはインスタントラーメンですね、カップ麺を含むんですけども、あとそれにコンビニの弁当、まあ、これはね、塩分の取りすぎが原因なんですけども、まあ、これは血中のナトリウム量が増えまして、まあ、これがまあ骨からですね、我々の骨から血液中にカルシウムが溶け出していくという流れになってしまいます。次に、脂身の多い肉とか皮ですね、そして動物性の油脂、バターとかラードですね、腸内の脂肪酸がカルシウムと結合しまして、シュウ酸がカルシウムと結合できなくなってしまうということで、まあ、このあたりが注意が必要になってきます。そして、肉の加工食品、まあ、ベーコン、ハムなどですね、まあ、先ほど言った塩分取りすぎにも関わってきます。そして動物性タンパク質は尿酸値を上昇させていきまして、実は結石ができやすくなるというものになっていきます。あとはまあ甘いお菓子ですね。スナック菓子、クッキーとか、まあチョコレート、ケーキ、ドーナツなどですね。これはまあ糖分の取りすぎがですね、まあ腎臓結石を激悪するという可能性がたくさんの、まあ、論文でも出ていますので、このあたりも、ね、注意が必要になってきます。そして尿中のシュウ酸濃度を高める生活習慣というものをありまして、これは食後すぐに寝てしまうというものがまず1つ、そしてトイレを我慢してしまう、これがまあ2つ目、そして3つ目はストレスの方、そして4つ目水分不足、
あとまあ注意が必要なのはまあ男性ですね。男性ホルモンには脂肪酸を増やす働きがあるため、女性よりも男性の方が尿中脂肪酸濃度は高くなりやすくなっています。そしてこの尿中脂肪酸濃度を今度は低くするポイントというのがありまして、尿路結石で石の大きさはだいたい5ミリ以下の場合は 70% 以上の人がまあ自然に排出されていると言われていますので、まずは積極的に水を水分を、ね、取っていきましょうというところです。次に適度な運動を習慣化していきましょう。そしてカルシウムを食事の中にしっかり取っていくという形になってきます。次に、便として、ね、出していくという形になってきます。腸の中で脂肪酸と、まあ、食べた、ね、脂肪酸とカルシウム、ね、これはまあ適切に交わると、まあ、結合体を作って、まあ、かなり吸収される前に便から排泄されていきますので、まあ、これをまあ狙ってしっかり、ね、吸収される前に出していくという形が必要になってきます。そして脂肪酸を多く含む食品ではやっぱり取ってもらいたいね、栄養素の高い食品になってきますので、まあ、これを生かすということが、まあね、我々の健康にとっても必要になってきますので、まずはまあカルシウムの多い食品と一緒にまあ食べていきましょうということが、まあ、正しい、ね、健康に向けての第一歩となってきます。それプラス調理法ですね、中酸の摂取量を減らしていきましょうということになってきます。そして脂肪酸の多い野菜を食べるときにおすすめの調理法というものがありまして、まあ、これ和食なのですけども茹でるということが一番、ね、大事になってきます。脂肪酸は水に溶けやすい性質を実は持っているわけです。茹でることで茹で汁に脂肪酸が溶け出すために野菜の脂肪酸が少なくなっていきます。そしてここで注意点なんですけども、まあ、脂肪酸が溶け出したら出汁は絶対使用しないようにしてくださいね。で例えば、まあ、ほうれん草の味噌汁などにするときは、まあ、このほうれん草は別茹でにした方がいいということになってきます。脂肪酸の多い野菜とカルシウムを一緒に食べましょうということになってくるので、まあ、調理、ね、していきましょうということになってくるんですけども、キャベツとか、まあ、ブロッコリーなどは、まあ、牛乳やチーズを入れたりクリーム煮にしたりとかね、していったり、まあ、小松菜は、まあ、ちりめんじゃこと、まあ炒め物にするなどなどね、さまざまな料理法があるわけです。そして切り干し大根なんですけども、まあ、これはまあカルシウムの含有量が 100g あたり 500mg あるという非常にね、野菜の中でトップクラスのカルシウム含有量になってきますので、しっかりね、小松菜と一緒に食べるということも、切り干し大根ね、と食べるということがまあ結構いいかと思います。そしてシソ、ね、これもカルシウム含量が多くて 100g あたりだいたい 230mg 入っていますので、シソとも一緒に食べているということもいいかと思います、ね。日本古来の料理法和食なんですけども、ほうれん草を湯がいておひたしにしてカルシウムの多い鰹節をまあかけたりするんですけども、あとねタケノコの煮物の時も鰹節をかけます、ね、この鰹節にはね、カルシウムが含まれております、まあ、実はね、尿路結石の予防として非常に理にかなっているのがこの和食となってきますので、しっかりねこの和食としてまあ食べていくということが、まあ、この辺りで、まあ、結石をなくして少なくしていくということにもつながっていきますので、しっかりねこの辺の和食もしっかり勉強していくようにしていきましょう。ただ最後に、結石、尿路結石は再発率が非常に高く、指導、食事指導とか生活指導が適切に、ね、なされなければ、この結石を例えば、衝撃波で、取るという、まあ、治療法もあるんですけども、また再発してしまいますので、しっかり、ね、運動したりとか水分取ったりとかカルシウムと一緒に脂肪酸を含む食品を食べるのであれば、しっかりカルシウムを取りましょうというところが大事になってきますので、再発に注意です。80% から 90% が再発しますので、
ね、尿道結石になってしまった人はもう本当にも注意が必要になってくるわけです。私の父親も実は尿道結石になっていますので、私もこの辺りね注意が必要になってきますので、この辺りしっかり和食をね取っていきたいと思います。皆さんね、しっかりカルシウム、水分ね、中酸を減らしていく料理法しっかり学んでいきましょう。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではさようなら。